毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はダイワタトゥーラ SVTW の組み立ての続きを行いたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。今回グリスはダイワディールガードグリス、ダイワ純正ディールガードグリスとこちらの SLP ワークス104を使いたいと思います。ダイワさんに電話で確認したところ、こちらとこちらの商品は中身は同じで、この104をスプレータイプにしたのがこちらになるみたいです。そして同じようにダイワ純正リールガードオイルっていう、これと同じタイプのものがあるんですけども、そのオイルはこのリールオイル2と同じ成分みたいなので、こちらを使いたいと思います。ここの向きはどちらでも問題ないと思うんですけども、買った時の向きと違っていたので付け替えたいと思います。これで買った時の向きと同じ向きになります。ピニオンギア周りを組んでいきたいと思います。こういう向きでここに入ります。ここが斜めと斜めが合います。それではグリスをシャフトに少し塗っていきたいと思います。よいしょ。そしてこちらのパーツにもグリスを塗っていきたいと思います。よいしょ。そしてピニオンギアを入れます。またグリスを塗っていきます。よいしょ。そして入れてみます。よいしょ、入りました。こういう感じで入りました。次にドライブギア周りを入れていきたいと思います。こちらのドラグワッシャーはダイワさんに何を塗ればいいのか聞いても教えていただけなかったです。1年半から2年ぐらい使ったらダイワさんにメンテを出してくださいとのことでした。リールによっても違うみたいです。なので皆さんはダイワさんの方にメンテナンス依頼を出していただきたいと思います。80年代のファントムやミリオネアのこういったドラグワッシャーはこちらのダイワ純正リールガードグリスを薄く塗ってくださいっていうことだったので104を塗りましたので、今回もこちらとこちら104を薄く塗ってみたいと思います。それではまずはこのパーツを入れてみたいと思います。よいしょ。カチッと入りました。実験で104を塗ってみたいと思います。薄く塗ってみます。よいしょ。よいしょ。そして入れてみます。よいしょ。そしてドライブギアを入れてみます。よいしょ。こちらも実験で104を薄く塗ってみたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。入れます。そしてこちらを入れます。ドライブギア周りにグリスを塗っていきたいと思います。よいしょ。バネを入れておきたいと思います。よいしょ。次にカバーをしたいと思います。ひっくり返して少しだけ出してみます。よいしょ。そして入れます。カチッと入りました。そしてカバーをします。よいしょ。パチッと閉まったのでネジを3箇所止めたいと思います。
次にスプールキャップを留めておきたいと思います。オイルを挿しておきます。よいしょ。そしてこのパーツを入れてみます。よいしょ。そしてまたオイルを入れてみます。このパーツを入れてみます。よいしょ。そしてまたオイルを入れてみます。ボールベアリングにもオイルを挿しておきたいと思います。そして締めていきます。よいしょ。ぐるぐるっと。次にスプールやカバーをしていきたいと思います。スプールにオイルを塗ってみたいと思います。よいしょ。そして入れてみます。よいしょ。そしてオイルを塗ってみます。ボールベアリングを入れてみます。またオイルを挿してみます。よいしょ。そして飛ばさないように止めてみます。飛びませんように。よいしょ。カチッと入りました。カバーをします。よいしょ。そして止めていきます。カバーも止まりました。次にこのパーツを入れていきたいと思います。このパーツはこういう向きで入れたいと思います。まずはグリスを少しだけ塗ってみたいと思います。よいしょ。ボールベアリングを入れます。よいしょ。オイルを挿しておきたいと思います。そしてこの薄いワッシャーを入れてみます。よいしょ。入れます。よいしょ。こう向きとこう向きで入れます。そしてこれを入れます。よいしょ。そして入れていきます。よいしょ。次にハンドルを組み立てておきたいと思います。グリスを塗っておきます。よいしょ。そしてこのワッシャーを入れます。よいしょ。入れます。よいしょ。そしてノブを入れます。入れます。よいしょ。よいしょ。カチッと奥まで入ったのでネジを止めていきます。よいしょ。ぐるぐるっと。よいしょ。ギュッギュッ。そして締めます。よいしょ。次にハンドル周りを組んでいきたいと思います。まずはバネを入れる前に位置決めしておきたいと思います。よいしょ。こういう感じで奥まできっちり入りました。ちょっと締めていきたいと思います。よいしょ。一旦外します。よいしょ。そしてバネを入れてからずれないようにまたきっちり入れます。よいしょ。次にこちらのパーツを入れます。よいしょ。そしてハンドルを入れます。締めていきます。よいしょ。ぐるぐるっと。10番で締めます。よいしょ。そして入れます。
よいしょ、ネジ止めしていきます。ぐるぐるっとギュッギュッ、こういう感じで外はボロボロですが中身がきれいになりました。やったね。動作確認です。クラッチを押してハンドルを回すと戻ります。そして TWS も押すとこういう感じで元に戻ります。こういう感じです。クラッチを押してスプールの周りは悪いですがボールベアリングが少し傷んでるんだと思います。このままでまた使ってみたいと思います。ドラグを緩めて押さえると滑って締めていくとちょっとずつ効いてきます。わー硬い、緩めておきたいと思います。よいしょ。それではまた使ってみたいと思います。ご視聴お気に入り。